んにちは。始まりました。川西美希です。今回はエトセとキャンメイクから新作のコスメが出るんですが、そちらを一足先にゲットしたので紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。今回紹介するのは今年に入って大幅にパッケージリニューアルをしたこちらのエトゥセ、2020年8月20日の木曜日に発売されるティントルージュ。まずこちらを紹介して、後半にキャンメイクから9月下旬に発売されるこちらのめちゃくちゃ可愛いアイシャドウとパウダーを紹介したいと思います。それではまずエトゥセのリップから。これは8月20日発売ということなんですが、私は8月6日にプラザで先行発売していたので一足先にゲットしました。こちらはエトゥセのリップエディションティントルージュ。全部で8色で税込み1つ1650円です。こちらのリップはブルベさんでもイエベさんでも自然に馴染んで、つけたての発色が続くティントルージュだそうです。こちらは一塗りでもしっかりと色が出て、時間が経ってもナチュラルな赤みが残ってくれます。そして結構ね、柔らかめのスティックで、潤いも程よくあって無香料です。とっても軽いつけ心地ですね。で、今年に入ってエトゥセリニューアルしたんですけど、パッケージがこんな感じで、とってもシンプルかつ大人な感じになって、幅広い年代の方が手に取りやすい見た目かなと思いました。それではまず1番から手に塗っていきたいと思います。まず01番ブライトレッド、ちょっとねオレンジっぽさがある赤みレッドって感じです。そして02番テンダーピンク、塗ってみるとこんなカラー。発色はね結構ナチュラルな感じのピンクで、優しい感じで子供っぽくなりすぎないピンクって感じですかね。そして03番ピュアコーラル、かわいい。発色の強さとしては先ほどの02番と同じぐらいなんですが、ちょっと爽やかにも見せてくれる感じの澄んだコーラルです。そして04番アンバーベージュ、ちょっとオレンジみがかったベージュなんですけど、肌なじみもいいベージュです。そして05番のテラコッタオレンジ、ほんのり赤みがかったテラコッタカラー。次06番のブリックレッド、ちょっとこちら伝わりにくいかもしれないんですが、めちゃくちゃ小さいパールが入ってます。こちら秋冬にすごく唇を映えさせてくれるようなめちゃくちゃ可愛いレッドです。次07番のチョコレートブラウン、こちらはザ・茶色っていう感じの少しダークっぽいブラウン。ついつい匂いを嗅いでしまいそうなくらいチョコレートっぽさのあるブラウンですね。そして08番プラムレッド、こちらも極小パールが含まれていて、紫みがかったレッドでちょっと女性らしさを演出してくれる感じです。全種類手に塗ってみました。発色展開ということでどのカラーもとっても個性があって、私的には01番のカラーがすごく好きで、今の時期夏だったりとかに映えるカラーじゃないかなと思うので、01番から塗ってみたいと思います。今ついてるリップを取って、唇の色を少しパウダーで抑えます。01番ブライトレッド塗ります。すっごいわかりやすいし、あと滑らか。でも柔らかすぎず程よいテクスチャーだと思います。で、厚ぼったさとかは全然なくって、ほんの少し柔らかめのリップが薄く膜を張ってついてくれる感じ。で、唇に密着する感じもすごい程よいです。なんか気持ちいいっていうよりは塗ってる感がないリップ。でも一塗りでこれだけしっかり発色してくれるので、とっても使いやすいし、あとコスパ的にもすごいいいんじゃないかなと思いました。01番ブライトレッド塗ってみるとこんな感じです。引きで見るとこんな感じ。なんか夏にすっごいいいなって思ったんですけど、でも一年中使えそうなすごく可愛らしいレッドカラーで、唇についたのを取ってみると、見て、取れてはいるんですけど結構しっかりめについてくれる気がします。そして02番のテンダーピンク塗ってみるとこんなカラーです。可愛らしいピンクなんですけど、子供っぽくならないというか、大人の方でも使えそうな、顔を柔らかい雰囲気に見せてくれるピンクです。そして次03番のピュアコーラル、結構爽やかな印象のコーラルカラーなんですけど、ナチュラルな発色なので肌に馴染みやすいんじゃないかなと思いました。遠目で見てみるとこんな感じ。こちらは春夏に活躍しそうなカラーですね。とっても爽やかな印象。そして次04番のアンバーベージュ、私普段こういうカラー使わないんですけど、思った以上に血色感があって、とってもつけやすいベージュだなと思いました。遠目で見てみるとこんな感じ。ベージュって肌に馴染みすぎて埋もれちゃうイメージなんですけど、このベージュはちょっとオレンジみがかってて、発色もある程度あるので、ベージュ今までであんまり使わないっていう方でもね、使いやすいカラーかもです。そして次05番のテラコッタオレンジ塗ってみるとこんな感じです。元の唇の色にもよるかもしれないんですけど、結構可愛らしいテラコッタですね、このカラー。遠目で見るとこんな感じです。そして次は06番のブリックレッド塗ってみるとこんな感じです。で、こちら極小パールが入ってるということなんですが、本当にわからない。つけてね、こうやって結構しっかりめに見せてもわかりにくいです。ほぼパールは見えないと言ってよい。名前はレッドなんですが、はっきりしたレッドではなくってブラウンレッドなので、肌なじみがとってもよくって、秋だけじゃなくって一年中使えそうなカラーだなと思いました。遠くから見るとこんな感じです。そして次07番のチョコレートブラウン塗ってみるとこんな感じです。ちょっと今回私は何往復かしてしっかりとはっきりめに塗ったんですが、ダークトーンで大人っぽく見せてくれるブラウンです。遠くから見てみるとこんな感じ。そして最後08番のプラムレッド、塗ってみるとこんな感じです。こちらもね、極小赤パールが入ってるんですけど、全然塗ってみてわかんないですね。普段使いとしては結構はっきりとしたリップなので使いづらいのかなと思うんですが、ちょっと人前に出る時だったり印象を変えたいなっていう時に活躍しそうなリップです。遠目で見てみるとこんな感じです。はい、ということで全色塗り終わりました。で、全ての色並べてみるとこんな感じ。私的には01番と、あとブラウンカラーだけどすごくつけやすかった04番のアンバーベージュとかすごい使いやすいなって思いました。で、今8色ね、塗り直ししたんですけど、ちょっとこれ取ってみますね。今リムーバーつけて撮っているんですけど、唇にねめちゃくちゃ色が定着してるんですよ。上唇塗ってて下唇塗ってないんですけど、こんなに定着してくれてます。すごい。リップの塗り心地自体がかなりね薄くスーッと塗れるので、あんまり塗ってる感がないんですけど、これだけ定着してくれるって結構すごいですよこれ。全然落ちない。リムーバーで落としたんですけど、ティッシュつけてみるとすごい、全くつかない。これはかなり定着してくれるリップだ。で、先ほど手につけたやつティッシュで取ってみるとかなり定着しますね。で、12回往復したんですけど、それだけでもこんだけ色がついてくれるので、01番昨日一日中つけてたんですけど、4時間ぐらいは塗り直ししなくてもしっかりとカラーが定着してくれてました。で、リムーバー使って落としてみると、でも結構落ちますね。これは何回か往復したりとか重ね塗りするとより定着するという感じですかね。で、リップの直径が結構小さめなので唇にフィットしやすくって、この角のところだったり山のところも塗りやすい仕様になってます。でもこのリップはすごくつけ心地もいいし、1本持ってて損はないんじゃないかなと思いました。ちょっと今04番塗りました。はい、ということで皆さん何か変わったのにお気づきでしょうか。最後にリップを塗ってからなぜか10時間が経ちました。ちょっとネイルに行ってたんですよ。で、その後帰ってきて寝てしまったんですが、他の頬とかアイメイクはね化粧直ししたんですが、リップが全然落ちていなくてすごくないですか。めちゃくちゃ定着している。でね、唇の荒れ具合なんですけど、昨日1日つけてた時は皮むけを起こしたんですが、今日は唇荒れなかったです。でも唇弱い方は皮むけを起こす方もいるかもしれないです。でもとっても色が定着して可愛いリップなのでぜひチェックしてみてください。はい、そして続きましてはキャンメイクの新作コスメです。今回この3つを紹介するんですが、こちらの2つのアイシャドウは9月下旬になるんですが、一足お先にキャンメイクさんからいただきました。ありがとうございます。まずこちらから、キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ23番、これは今年パッケージがリニューアルしたということでね大話題になってたんですが、リニューアル内容とかは7月のお気に入り動画でね紹介させていただいたんですが、そちらの新色になります。で、現在は10番14番16番22番の新色の4色が発売されているんですけど、今回こちらの23番の新作のカラーと同時に既存の2番18番19番も同時リニューアルされるそうです。でね、前の動画でもね言ったんですけど、まずパケだけで言うと可愛いキュートから大人っぽい感じになったなという印象です。そして中身のラメ中央のところの密着度がアップしてます。そしてあとはここについている鏡の大きさが少しだけ大きくなりました。で、こちらのカラー手に取ってみると、まず左上、こちらは黄色みがかったベージュのハイライトカラー、私はこれをベースカラーに使ったんですけど、これは肌色に合えばハイライトとしても使えそうな感じのカラーです。そして右上、パレットで見る感じと、あと塗ってみるとちょっと印象が変わるんですけど、細かいパールとラメがね入っているとっても使いやすいベースカラー、下まぶた垂れ目に見せるようにもこれ使うとね結構いいんじゃないかなと思います。そして左下、こちらもパレットで見るカラーと塗ってみるとちょっとね印象が違うかなと私は思ったんですが、先ほどのカラーとグラデーションに使うのに本当にぴったりっていうね、めちゃくちゃ使いやすい無難カラーです。そして右下、こちらはマットカラーになるんですが、塗ってみるとこんな感じ。かわいい。もう本当にザ王道ブラウンという感じで、とにかく日常使いしやすいカラーになってます。そして真ん中のラメ塗ってみるとこんな感じ。パウダー自体がかなり柔らかくなっていて、ゴロッとしたラメが入っています。黒目の上や涙袋に使うととっても映えるカラーです。こちらのアイシャドウを使ったアイメイク、仕上がりはこんな感じです。前回紹介した新作の22番とかは夏に使えるカラーとかだったんですけど、この23番は一年中通して使いたいし、あとどんなジャンルの方でもとっても手に取りやすく、今日アイシャドウどうしようかな、何使おうかなって思った時とかパッと手に取りやすい、とっても使いやすいカラー割りだなと思いました。 TPO を問わない万能ブラウンだと思うので、一つ持ってて損はないんじゃないかなと思います。そして次はこちら、こちらも9月下旬の発売なんですが、キャンメイクのシルルキースプレアイズ06番、こちらは新色のトパーズピンクというカラーで税込みで825円です。こちらのシルキースフレアイズは現在5色発売されてて、そのうちの05番だけが限定カラーなのかな。で、今回この06番が9月下旬に新しく発売されます。こちらのアイシャドウの特徴は名前の通りスフレっぽいとっても柔らかなテクスチャーです。で、指ですって取ると結構ね色ついてくれるんですけど、とてもぼかしやすくてグラデーションが作りやすいアイシャドウです。で、全てにパールが入っているのでツヤ感と、あとね繊細なパールがチラチラキラキラしてくれる感じがすっごい可愛いです。まず左上のカラー手に取ってみるとこんな感じ。こちらのカラーは白っぽいピンクになっているハイライト色、そして右上かなりナチュラルなカラーになっていて、今回私はアイホールにこちらを塗りました。そして左下、こちら右上と一緒に今回グラデーションカラーで使ったんですけど、絶妙カラーで秋冬にとっても活躍してくれそうなくすみピンク。そして右下、こちらは締め色で今回使ったんですが、こんな感じ。締め色だけはかなりはっきりと濃く発色してくれるのでアイラインの動線としても使いやすいです。そして付属のブラシの細い方で左上のハイライトカラーを取り涙袋に入れます。こちらパールが入ってるんですけど、私が普段涙袋に入れているセザンヌのハイライトカラーとかと比べると結構パール弱めでナチュラルなハイライトになってるので、涙袋を目立たせるっていうよりはぼかしとかに結構使えるカラーだと思います。アイメイク完成はこんな感じです。さっき紹介したパーフェクトスタイリストアイズには鏡がついてたんですけど、こちらのキャンメイクのシルキースフレアイズは鏡なしになってます。で、付属のチップなんですけど結構小さめ、シルキースフレアイズとかだとこの入れ物ギリギリぐらいの大きさで結構大きいチップっていう印象なんですが、こっちは割とめちゃくちゃ持ち手がねちっちゃいチップになってます。でもこのチップ自体の大きさはちょっとはちっちゃくなっているんですが、しっかりと涙袋とかねアイホールに塗れるような大きさです。で、このチップ使ったんですけどとっても柔らかくって肌にすごいフィットしてくれる感じがありました。で、カラー名がトパーズピンクということなんですが、ピンクはピンクだけどちょっと紫っぽいピンクなので、アイメイクで全体に使った時にちょっと大人っぽい印象になるかなと思いました。私的にはこの3色を目頭側にがっつり入れてしまうと少し腫れぼったい印象になるかなと思ったので、目頭側は今回ハイライトでねしっかりとぼかして入れてみました。で、パウダー自体がすっごい柔らかくてスッて塗れるんですけど、重ねても厚塗り感がなくってとってもグラデーションが作りやすかったです。で、今回のこちらのカラーはくすみピンクでちょっとブルベさん寄りのカラーなのかなと思いました。9月下旬発売ということでね、これから秋に向けて使いやすいカラーだと思うのでぜひチェックしてみてください。そして最後はこちらキャンメイクのシークレットビューティーパウダー限定色の OB01 シルキーナチュラルというオイルブロックタイプです。こちら税込みで935円です。こちらの商品はすでに5月1日に発売されていたものなんですが、その時も限定発売でとっても人気で、好評につき8月下旬から再度限定で発売されるそうです。で、このシークレットビューティーパウダー他にもね01番と02番が発売されてます。で、今ねこちらのキャンメイクのシークレットビューティーパウダー01番だったりとか、人気のパウダーを使ってどれがよれにくいかとかね、どのパウダーが粉っぽくなくて肌が綺麗に見えるかとかっていう比較動画を撮っていて、その中でこのシークレットビューティーパウダー01番の方もね紹介しているので、ぜひその比較動画楽しみにしていてください。で、このパウダーの特徴としては日中も夜も24時間使えるクリアパウダーになっていて、これを肌につけたまま寝ても OK っていうとっても肌に優しいパウダーです。で、こちら指で取ってみると白く手についてはいるんですけど、塗ると少しツヤ感のあるサラサラ肌を作ってくれます。で、皮脂吸着パウダーが配合されているのでサラサラ肌が続いてテカリも抑えてくれるって感じです。で、パウダー自体はとっても柔らかいんですが厚塗り感なく、そしてコンパクトなのでカバンとかポーチにピッてね入れれる感じのパウダーになってます。で、香りは無香料、実際手に取ってみるとこんな感じです。もうね触ってすぐ分かるんですけどとってもサラサラしていて、で肌に馴染んでくれつつ、でもほんの少しだけツヤっぽさもあります。で、付属のパフかなり小さいんですけどとっても柔らかくてパウダーつけるのにすごい使いやすくて、他のやつつける時とかもたまにこれ使ったりしてます。で、このもの自体はすっごいコンパクトなんですが、中に鏡がついていて鏡がね目いっぱいの大きさなんですよ。なのでこれ自体がちっちゃいからちっちゃくはあるんですが、このちっちゃさにしては結構大きい鏡だよねっていう、鏡持ち歩かない人でもこれを一つねポーチに入れとくだけで安心かなと思います。で、既存の0102番とあとこの BO01 番実際並べてみると、01番は真っ白なカラー、肌に塗ってみると少しだけ補正をかけてくれるけどでも肌に馴染んでくれます。そして02番、こちらは明るいベージュカラーになっていて、塗ってみるとこんな感じ。肌なじみはいいんですけど、少し肌補正が入ってるかなという印象です。そして今回8月下旬発売の BO01 番、これはね手に取った時からちょっと0102とはね違う感じの肌触り。0102は少しだけしっとりとした感じなんですが、03番はねとってもサラサラで、ちょっと乾燥肌さんだったら少し粉拭いちゃうんじゃないかなっていう感じのかなりサラサラなパウダーです。3つ並べてすっごい大きな違いがあるというわけではないんですが、 BO01 番だけかなり違う質感でサラサラ、そしてツヤっぽい感じがあります。でこちら付属のパフでちょっと塗ってみます。この頬のとこにポンって置いてみると、全然塗った感がないんですよね。パウダー自体がすっごい薄いからなのか、塗ってサラサラにはなるけど厚ぼったさが全くなく、かといって肌補正をかけてくれるとかではないので、手かがりが気になる時スポンジでポンポンってしてからこれでちょっと押さえるとか、メイク直しの時とあとファンデーションを塗った後これを使ってテカリを抑えるっていう感じで使うと、夏のニックキテカリ肌を抑えてくれるのかなと思います。やっぱキャンメイクはめちゃくちゃ安くて使いやすく可愛いなと思ったので、こちら8月下旬、こっちは9月下旬ということでね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はエテュセキャンメイクのこれから発売される新作コスメを紹介しました。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画楽しんでくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、自由帳、リップス、ラジオもやっているので、そちらの方もチェックしてみてください。今回着てるこちらのトップス、これはアンドロッティの去年の夏服になります。結構胸元がっつり開いてるんですけど、ここがパフスリーブになってて二の腕の安心感がすごいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美樹でした。バイバイ。